下村博史5月11日から1957年12月9日は、明治、大正、昭和の官僚、新聞経営者、政治家、歌人、豪和海南、玉音放送の際の内閣情報局総裁であり、ポツダム宣言受諾の実現に尽力したことでも知られている、拓殖大学第六大学長、和歌山県出身、父、 草次郎は、和歌山日日新聞を創刊した後に、定新省に入り、退官後は、実業家として活動するから、東京商業学校の創設に関わった。和歌山中学、第一高等学校から、東京帝国大学を卒業し、1898年に、定新省へ入省。郵便貯金の実務を学びに、ベルギーへ留学し、帰国後に為替貯金局長。 1915年に台湾総督府の赤石元次郎に招かれて民政長官となり、さらに総務長官となる。台湾総督府時代には八田与一を支援し、か南大の建設に貢献した。1921年に台湾総督府を退官すると、朝日新聞社に入社、専務副社長を歴任した。1923年2月6日、早稲田大学で、 課外講義の講師を務めた。1937年に、貴族院議員に直選され、同時に、財団法人第日本体育協会会長に就任。1942年、日本文学法国会理事、第1回大東は文学者大会座長。1943年5月15日に、社団法人日本放送協会会長となり、 1945年4月7日に鈴木貫太郎内閣で国務大臣となる。終戦直後戦犯として一時交流された後に公職追放を受け東京商業学校の運営に関わりながら1953年の参院選に無所属で出馬するも落選に終わっている。息子に劇団東ず園を主催した演出家下村正夫がいる。 和歌山県串本町塩の岬の下村広司、カヒカ人としては1915年に佐々木信綱主催の奈義会に入会し、奈義会の心の花に多くの作品を寄せるとともに生涯に五冊の歌集を出した。1921年、兵庫県西宮市の倉庫園に邸宅を構え、海南荘と称して約15年間ここに住み、その間、佐々木信綱や川田淳、 九条武子、中村健吉、時前丸など多くの歌人や文化人を招いて、歌会や各種集会を催した。1945年8月15日正午、昭和天皇による玉音放送に際し、情報局総裁として本放送の前後に言葉を述べた。ありがとうございます。